東京池袋の暴走事故から今日で1年となりました。事故現場では遺族らが黙祷を捧げました。事故が起きた午後0時23分妻子を亡くした松永拓也さんら遺族9人が手を合わせました。この事故は松永真菜さんと娘の莉子ちゃんが死亡、10人が重軽傷を負ったもので、運転手の飯塚幸三被告が在宅起訴されています。松永さんは現場を訪れた後ネットで会見し、改めて再発防止を訴えました。残念ながら事故ゼロっていうのはなかなか難しいことだっていうのはもう分かってます。ただもしかしたらお父さんは一人でも命を救えたよと言えたらいいなっていう、まあ、ふうに思ってます。心から愛していた2人だったからこそ、その2人の命を無駄にしたくないと、交通事故遺族となった私の使命はそれだと思ってます。